まあ、大阪で茶番ロケするのが一番何が大変かっていうのは嘘をつくことですね。はい、まあそんだけ僕は本当すごくですね、素直であるということがよく分かりましたね。今のってすごいね、 K-POP アイドルのセブンティーンのラッピングのラピートですね。